はい、よろしくお願いします。はい、今日は佐藤さん何ですか？サプライシングは新品中古アウトレットあると思うんですけど、はいはい、アウトレットって何ですか？アウトレットって、ここにあるのが新品タイヤってのはこれなんですけど、ラベルが貼ってあるんですよ。こっちもそうなんですけど、でこれは新品タイヤって言って今年度に作ってるタイヤ、今だと2021年に作ってるタイヤなんだけど、アウトレットタイヤっていうのはそれよりも前に作ってる未使用品のことをアウトレットタイヤって、まあうちの業界ではよく言います。はい、はい、アウトレットって、はい、ちゃんと止まったりするんですか？あー、どうなんですかね、というのは嘘で、各メーカーで発表されてますタイヤの公正取引委員会みたいなのがあるんですけど、それを見ると使ってなくてちゃんとこういう店の中で保管されてるタイヤっていうのは、2年からだいたい3年ぐらい前のものであったらば基本ですね、しっかり止まります。新品と同等の性能を保つことができますので、そこら辺誤解されずにやっぱり来ていただければ大丈夫かと思います。で、あとは販売員と話をして用途に合わせたタイヤをしっかり離して選んでいただくのが一番いいかと思いますけど、しっかり止まりますか？アウトレットも大丈夫です。じゃあこれお買い上げで。はい。